はいどうもどうもちょっとむさきちゃんです。おはようございます。本日ね、はい、ゴールデンウィーク2日目でございます。朝も早いから本日は、はい、こちらの男がやってまいりました。おはようございます。はい、まだ6時前です。はい、ええ、はい、9時40分ぐらいです。はい、焼きそばできて、はい、全部できております。何時に来たんだ。6時ちょっと前。え、6時ちょっと前。6時ちょっと前か。嘘だべ。5時には紅葉したけ50倍に来てました。とりあえず朝のお客さん待ってるんでカメラ回したいで仕事します。はいよー、じゃあね、今まーちゃんと2人でやったらね、お兄さんの方もね、はい、出勤してまいりましたね。よいしょ。はい、お客さんもな、大体7時ぐらいになるので今出てこないんで、ね、まあ、お兄ちゃんも揃ったんで、ちょっと売り方とかやってもらいながらね、お仕事進めたいと思います。少しずつやっぱ出てきたな。本日どうなるか楽しみでございます。はい、はいよー、じゃあママちゃんも出勤したいでしょ。おはようございます。はい、今日はフェデテカシマ9周年祭、はい、ってことでイベント各種あるようで、はい、あ、店頭いっぺんだけどな、これ見てみっか。あ、今日はやっぱり赤い日なんでね、人もそれなりに出てるんで、よいしょ。ここでね、太鼓とか、あとダンスとかね、歌とか、子供たちのイベントがあるみたいで、あと、はい、出店もね、よその業者さんもね、何件か来て、はい、賑やかになっておりますね。あ、なんか、団体客が来たな、これ。団体客ですか、団体客。日本語じゃない言葉が聞こえます。外国の方がいっぱいやってまいりましたね。はい、入って、ママがお客さんいる。とりあえずにぎやかにやってるようなんでね、人も寄りそうなんで、私も仕事に戻ります。はい、よー、じゃあね、今ちょっと店で仕事してたらね、なんか友達が今日まだ遊びに来るってね、連絡よこしたんで、今駐車場に来てみたんですけど、なんだかまだすごい車でこれ帰ってきちゃったんだよね、これ。なんだこれ、あ、これなんだよ、あめ。ハローしかって、なんかドア変な、これドア壊れてんのか、上にあいたけど。今こういう、あ、こういうの。こういうのが主流だね。主流、何主流。主流、主流。また変わった車持ってきたな。ああ。うん。働いて。働いて、働いて、働いて。この間も思いますよって持ってきて、またこれ。そうです。あ、すごいな。今日はピースの方に。何。下取り依頼で。ふざけんな、おめえ。これだ、おめえ、打ち替えちゃうべ。打ち替えちゃうべ。私のお城に比べたら安い。ざけんな。だって、おめえ、プレハブに住んでんじゃん。あ、知ってんの。え、知ってる。あいつ、車すごいけど、車庫ねえのな。車庫ねえんです。いや、マジですげえな。え、これ持ってきたばっかり。そうですよね。見たことねえもん、このカラーリングも。やっぱね、人と人味違う。いや、もともと人変わってますけど。やばいな。ガルウィングのマセラティ。素敵。ちょっとエンジンかけないと。エンジンかけてみますか。うんうん。まあ、ちょっとは。今ね、ちょっとエンジンかけてもらうんでね、すごい車でちょっとエンジンの音聞いてみたいです。はい。あよー、じゃあね、ウェイクアン、はい、エンジンかけてみて。やばいな、ほほほほだな、おめお前、笑うセールスマンみたいな。怖いな。肩こって運転してて、肩こったね、緊張しちゃって、肩こるね。だってさ、これ車高がさ、もうすげえもん、これまさにスーパーカーだぞ、これすげえ。俺の胸より低いもん。ちょうどつかめますね。何つかめますね。何俺のこれつかめよ、つかむぐらい大きくねえよ。中もすげえな、かっけえな、やっぱりな。あ、シートも青なんじゃん。はい、東北に1台、青。まあ、もともと東北さんいねえかんな。な、今はな。座ってみてください。あれ座って、何エンジンなんかここですからね。何エンジン後ろなの。
え、本当だ、すげえ。エンジン見えんじゃん。お、虫来た。あ、こういう風になってんだ。やべえな、ちょっとね。大きくて、ぶつかっちまうからだ。すごい。何も詰めないから。何も詰め、トランクはないんですか、俺。トランク前にあるけど。トランクは何も前にタバコ、タバコワンカート。タバコワンカート。とりあえず。2回、カチカチ。お、お、あいだ、あいだ、あいだ。お、カチカチで。そのぐらい、頼む。トランク、これトランク。やべえじゃん、ゴルフバッグ入んねえよ、これ。やべえな。鮭1匹だね。鮭1匹な。鮭1匹。マグロは入りません。カツオグレギか。カツオ。いや、この黒いカツオの毛。ザギで頼んとるな。すごい。名前がマセラッティの何つだこれ。MC20。MC20? どうして書いてあるの。あ、本当だ。マセラティコルサ2020。ほんと好きだよね、こういう車ね。え、やらせてもらってます。え、やらせてもらってます。やらかしてるなめな。え、羨ましくても指くえちゃいようべ俺。本当に変わった友達いるんでね、あの見かけたら見ないふりしてください。ピースに並んでます、ね、いやいや、ないないない、ない。買い取り行くか。これは無理。これはさすがに無理。まあ、あのゆっくり焼きそば食ってください、はい、やばいよマジで。かっこいいな、ガルウィング。素敵、おめくえ、ふざけんな。募集してますんで、こちらに。何もない。早い。じゃあね、お友達の方ね、うちで今焼きそば買って帰るようですね。以前かけてやこれ。え、もうイベ始まったから。はいよ。あ、いや、気をつけて帰ってよ。え、道中遠いからよ。そうですね。うん。ゆっくり安全運転で。ゆっくり、あの50キロ以上出すなよ。はい。どうもね。あらす。おはようございます。はい、どうも。やべえな、本当にこれ。ほらおめえ、やばくね、走ってっちゃったぞおめえ、すごいね。あ、行った。焼きそば買いに高速道路で来たんだぞおめえ。そうなの。ほんで高速道路に乗って焼きそば買い買って帰る。何しに来たんだったっけ。焼きそば買いだったら焼きそば見つかって帰ったの。いや、高級車初めて見た。ああ、ちゃんとね、あそこ人歩くからってちゃんと紳士だから。いや、それ普通だから。紳士だから。だって横断歩道ねえぞあそこ。あと詐欺だもん、横断歩道。ああいう車乗る人はやっぱ紳士なんだな、一応な。心に余裕があるのか。そう、心に余裕がある人だな、うん、いった。本当に変わった友達です。ちょっと遅くなっていくのか。だって本当に役所ばかりに高速できたの。やばいね。俺にはさ、高速の方が走りたいよな、走るには。いや、そうだな、バチ乗りの車じゃねえもんな。まあ、とりあえずママちゃんと戻って仕事します。次勝ったの。はいよー。じゃあね、今日はね、周年祭やってね、さっき友達来たぐらいまではちょっと体大事なんですけど、なんか急にバタバタって忙しくなっちゃいまして、で、まだ明日のね、準備とかもあってね、ちょっと現場から離れて、お兄ちゃんとうちのママとやってきたんですけど、帰ってきたら、まーちゃんとキミちゃんがぐったりしてるんでした。あ、ぐったりしてるな。ぐったりしてる、いい顔だな。まーちゃんは、あ、ぐったりしてる。目長さっきまでのね、やぶき状見てて抜け殻になってたのよ。バイバイすんだ。はい、お客さんです。はい、とりあえず。迷惑な客来たな、あれ。おいしそうなので、焼きそばバッグいただきたいのですけれども。うずしとくかな。そう。うずしとくかな。あら、逃げてた。2本いただきたいな。おいしそうなので。ちゃんとした客みたいですね。あ、ほんとよ。しょうがない。しょうがないから、売ってあげます、はい。お兄ちゃんの同級生です。はい。何よー、今ね、じゃあ帰ってきてヘラヘラ喋ってたっけ、これ。視聴者さん、なんか伊達の両膳からお土産買って持ってまいりました。この他にもなんか重曹差し入れもあったみたいで、俺いない間に。あ、あちゃん、もらってたもん、なんか。ありがとうございます、ごちそうさまです。はい、じゃあね、はい、どうもどうもさす。また明日。はい、どうも。明日何ですか。
いや、なんだね、みんなに頭下げてお前赤べこびになっちゃうの福島の赤べこだよ、まあ、とりあえず美味しくいただきます一個だけ食いから一個だぞあ、あとの残り3つ倒れた、はい、ほら、また赤べこびじゃん、みんなにお前みんな声かけていくからじゃあ、終わったわよ今日はね、だいぶ、はい、夕方になっちゃいました、夕方になったらこの方がやってまいりました、本日もあ、どうもあ、こんばんは、あ、はい、え、あ、金ちゃん、ふぐろ用なの、はい、ふぐろねえんだから使うな、おめえああ今日もパイッと、はい、今日もパイッと、今日もパイッと、今6時過ぎだよな、朝から行って今まで買ったの、そうっすね、嘘ついてっても寄り道をしてだべ、途中でちょっとサボったべここに行くとどっと疲れが出てくからあ、これあ、これボーナスな、あ、え、ボーナスえ、ボーナスカレーパン唐揚げ唐揚げとカレーパン、ボーナスだって給料からひどくからボーナスじゃねえとりあえずケンちゃんで自分の本業とで、ね、別の仕事にも忙しくてね、露天業は今な、スケートのマーチャンさん頼んでんだな、あ、はい、あ、今回はマーチャンでやってもらって、いやでもケンちゃんもいないと困っから、うん、いやダメだな、いいから、え、あとアドの連休はちゃんと来いよとりあえずケンちゃんにご飯を与えておきます、はいよー、じゃあね、はい、夜も更けてね、もう終わりでございます、はい、車の方もね、今日ちょっとだいぶ少ないんでちょっと早めですけど締めたいと思いますね、連休は連休なんだけど、やっぱりなんか今年近場で過ごす人多いみたいで、昨日今日あたり思ったより車がございませんでしたね、でもまあ昼間結構混んでたんでよかったと思いますね、はい、あとは片付けしてみんなで終わりになります、山ちゃん明日うちのママだよ、はい、お兄ちゃんいねえから、はい、え、俺と二人だと、はい、できんのか、頑張るわ、え、やればできると思うこれ開いたべ、脱色のお前これパーマ液つけてもまだまだ、そうす、え、俺しつこいくらい言ってっからだべとりあえずね、はい、本日も仕事内容に無事終わったんでよかったと思いますね、あと片付けして上がりたいです、今日はうちの友達来たしな、変なのなな、変な車で来た、すごいのにな、あ、まーちゃん見てきたか、見なかった、うちのママと見てきた、あと動画見てください、はいじゃあそういうことでまた皆さん終わりましょう、グッドボタンチャンネル登録よろしくね、バイバイ、じゃあ明日よろしくお願いします、はい